行けよ行けよ、おーしゃおー、いいぞその調子だ、いいぞいいぞいいぞ、センター返し、おーいもちゃもちゃ、おい気合いだ気合いだ、おーし、いいぞフルスイングだフルスイング、まだやんの、まだよ、おしよし、なか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 いいぞ、え、まだやんの、いいぞ、よし、もう、はいはい、来たぞ、よし、もう俺右じゃないから、向こう行って向こう、はい、頑張って、バウンド、うまい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 、よし、よし、やるさん、ちょっと待った、よし、終わった、行くよ、打つぞ、よし、おー、おー、いたいたいた、おー、いいぞいいぞ、よし、あー、いやでもね、いいよ、いい感じ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 、うん、いい感じ、いい感じ、いいね、いいね、はい、おー、おー、はい、キャッチャーフライ、あ、違う、はい、あと何球？わかんない。さあ行くよ、よし、おー飛ばすね、上に上がらない、飛ばすね、よし来い、あーおーよーし、結構来るよね、来る来る来る、頑張れ頑張れ、もうちょっと、おっ、おーしいったー、いいねいいねいいね、気持ちいいね、これは気持ちがいい、よしちょっと詰まった、はい終わった、ということで山田さん、あ、ということで、はい、野球シーズンが始まりますか、そうですよ、ね、はい、野球シーズン始まるということで、今日私たちはですね、長岡にあります、はい、長岡ドーム、そうです、バッティングスタジアムに来ております、はい、そうです、息切れてるよ、何年ぶりでしょう何年ぶりでしょう、はい、そうですか、はい、いやでもかなり飛ばしじゃないですか、ちょっとね当たりましたね、ねえ、僕今この、はい、球速100キロですけど、早い、もう無理もう無理、ねえ、まあ、今日はですね、まあ、長岡に来まして、はい、この長岡ドームで ね、 そうですね、もう存分打ちたいところではあるんですけれども、はい、今日はですねこの長岡を本拠地とする、はい、ホームとするね、うん、まあ、新潟が誇る我がチームといえばアルビレックス、そうです、そうですね、はい、はい、でゲストの方をお招きして、過去にアドビの方何人か出ていただきましたけど、はいはい、この方まだだったんですね、そうなんですよ、ねえ、ねえ、はい、じゃあいつ戻っていいか分からない、ここでやるわけにいかないので、あの行きますか、行きますか、向こうに、はい、でも行きます、はい、じゃあ行きましょう、いやここ気持ちいいわ、ねえ、これ誰のボール、私、え、これどうだろう、はい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 、ということで、いや山田さん、はい、これ私のねマイバット、今日はこれ、いやいやいや、マイバットをね、はい、前に置いて、いやマイバットお貸しくださいよ、これ大事なバットですから、あ、そうですか、あ、でも転がるからやめよう、はい、ということで、アデコで始まりました、そうです、はい、改めまして、今日は長岡市にあります、こっちですか、長岡ドームバッティングスタジアムにお邪魔しております、はい、いやもう息切れてますわ本当に何、大丈夫、なんか飲み物飲みますか、本当ですね、はい、まあまあ、はい、野球ですよ、もうね、そう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 、うん、さっきも広井さん言いましたけど、はい、我がチーム、はい、我がチームですよ、はい、この方がようやく出ていただけるということで、待っておりました、私ねさっきのバッティングだけで爪がどうした、早くもダメージそこまでやるかぐらいのねそんな伸ばしたつもりないんですけどね、でも後でもう爪がやられてます、後でちょっと打撃を教わりますか、そう、あ、ね、今日はその教わりに来たんです、そうですね、長岡にあの人にあの人に教えてもらいたいんですはい、はい、ということで今日は皆さん、はい、たっぷり1時間半と言わず、野球わかんない人でもちょっと付き合っていただいて、はい、そうです、あ、こんな面白いんだっていうところを、でもしよろしければですね、はい、長岡ドームに皆さん来ていただければ、うん、なんか落とした今ホームランが今ホームラン出た、ホームラン出たんですよ、すごい、おめでとうございます、ありがとうございます、狙おうよ俺たちも。なんかもらえるんだよ。山田さん今日
顔絵出したらどう、ホームランも出た人とか、ね、すごいな。いやいや、まあね、まあ、そんな風に楽しくいきたいと思いますが、はいはい、じゃあまずタイトルコールからいきますか。そうですね、はい、山田満、松井ひろえ、アーデコーデ、この番組は異色亭方正丸、串屋風鈴、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房の協力でお送りいたします。はい、はい、ではゲストを呼ぶんで、はい、場内アナウンスでいきますか。そうですね、ヒロさんやってますからね。いや、やってますからね、はい、いやもう今年も間もなくですよ、はい、間もなくこのシーズンがやってくると思うと、そう、そうですね、私もですね、はい、もうワクワクしております、はい、はい、ということで、じゃあ生声で参りますよ。あの甲子園の場合はあれ独特ですよね、高校野球、高校野球の場合ね、山田君とかでしょ。そう、そうだよね、それやるでしょ、なんか差があるんですよね。そう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 、はい、そうじゃない、ヒロエさんのやり方が、私は普通にあのやらせていただきますけれども、はい、ではお呼びさせていただきたいと思います、はい、はい、4番 DH 青木智、背番号56、小田原高校、広島東洋カープ、神奈川県出身。どうぞ青木さん、どうぞ。ありがとうございます。どうも、魂でかいわ。すごい、何この太もも。どうした、なにいつもどうですか、ヒロエさんにこう場内アナウンスをして呼ばれる。ヒロエさん本当声綺麗なんで、はい、いつもあのやっぱ呼ばれるために胸がちょっと、はい、ドキドキしちゃいますよ。ドキドキしますか、はい、よく噛むって言っていいですよ。あ、よく噛みますとんでもない、あのありえないミスします。なんで場内アナウンスで噛むのよくね、うん、どこで噛むかで噛むんですよ。あのまだ三振してないのに次のバッターのコールしちゃったりとかそれあった、あれは違ったっけ、ありましたよね。あとはね、あのプレー中なのに、はい、あのスイッチオフにしないで、はい、あの死後が入っちゃったりとかマジで青木くんが慌てるの、ヒロさん入ってる、ヒロさん入ってるって言って、もうさ、この高笑いが、この高笑いがグラウンドに聞こえちゃうんだ、はい、すいません、ほんと。あの、じゃあヒロエさんがアナウンスの時の成績はどうですか、はい、いやどうですか、2割3分ぐらいじゃないですか。いや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 、いつも打ってっていうか、もう青木さん打ってって思いで、うんうん、コールしてますから、はい、ね、その思いは伝わりますよね。まあ思いはワントーン上がりますよね、はい、ワントーンですか。あ、本当に、いや、ぜひヒロエさんの時に打率成績良くなって、まあね、今年ちょっとつけてみましょうか、松江打率、そうね、そうそうそう、松井打率、そうそう、お願いします、うん、アナウンサー全員こうチェックして、はい、誰が一番良かったかっていう面白いですね、それそれやりましょうよ、やりますか。まあ今日はですね、うん、まあ、青木さんがゲストということで、はい、そして長岡あのドーム、どうぞ皆さんお越しください、自由です、見学自由と、そうらしいです、もうお伝えしましたら、もうほら、たくさんいらっしゃって、あーもう、もう、イエーイ、皆さん何、青木選手のファンですか、うんうん、ね、あ、そうですか、もうね、もう開幕まで待てないというすごいファンの方々が、ね、ありがとうございます、ありがとうございま す, あいます。あのずっとね、あのこれから1時間半立ちっぱはあれですから、座ってくださいね、はい、こうね、ぜひ、はい、あのリラックスして、あと、あの皆さん差し入れ全然 OK ですの で, であのいつでもそこにある自動販売機で、ね、そうですそうです、ボタンを押していただいて、はい、ね、はいはい、この体なんで、はい、ということで、はい、紹介しますか、はい、青木さんの、青木さんの紹介、うん、長岡ドームの紹介、先にここ、うん、そう、先にここ長岡ドーム、長岡ドーム、あ、ほら今出てますもん、来た来た、これ、あ、あーすごい、芝、芝です、そこ芝ですか本当に人工芝、人工芝ですよね、人工芝、人工芝ですよ、グリ、いいですね、このグリーンが、もうね、はい、あったかいね、ここあったかい、あったかい中、あ、中がね、はい、じゃあそれはお父さん荒木打てばでしょう、いやもうそうなんだけどいやあのね、俺たち、うん、あの野球やってた頃のバッティングセンターってこんな綺麗じゃなかったよ、はい、そうね、だってさ、ごめん、あの出ないでしょ、スクリーンみたいな、スクリーンなんかないもん、ギン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 ガガガガガガガ、ボール何回も使ってるんでもうね、ツルツルになってて、あ、たまにデッドボールとか来ますよね、来ますよね、本当すごい時代でしたけど、ね、全然違います、ね、今みたいにほら、あるところだとさ、選手の名前も出てくるじゃない、うん、こう
ね、あとね、選手の映像とかも出たりとかね、しますからね。すごいいいところですよ。ね、青木さん、よくこちらいらっしゃるんですか？はい、練習場としても、はい、利用させてもらってますんで。あ、そうなんですか？はい、この格好で？この格好で、この格好ではないですけど。そうですよね。この格好ではないけれども。はい、まあでもなんかアルビのものをちょっと身につけて。身につけて、はい、じゃあアルビの選手がこう来てやってるんだって。ね、はい、まあ僕に限らず他の選手も、あ、ここでシーズン中ちょっと顔合わせて調子どうだとか。そうですね。ね、今なら、はい、じゃあどの、番号でと何キロぐらいのところでやるんですか？あ、一番奥が、はい、公式のレーンなんですよ。ボールが軟式じゃなくて、公式みたいに硬いボールでやるやつで、はい、まあ、みんなそこで打つことがやっぱり、はい、打感がやっぱり公式に近い方がいいんで。やっぱじゃあ木で、はい、木で、はい、自分のバット持ってきて、公式で、はい、あとは一番端っこにトスマシーンなんかもあったりとか、はい、あとはカーブマシンもあるんで、うん、もうフル活用させてもらってます、ね、はい、結構順番待ちじゃないですか、ここ。そうですよ、そうですね、結構昼、平日昼間でも結構お客さん、そうそうそう、ね、今日ね、スタッフが多分4時ぐらいに入ったと思うんですよ、はい、そしたらもうメッセージでもうすごいいっぱい人がいるんですけどそうなんか休日並みに人がいるって言って、じゃあ常にこう、ね、お客さんが多くいて、ね、にぎわっているところなんですね。ね、野球好きな人たちがいっぱいいますよ。そうですよね、じゃあそれでは、はい、今日ゲスト青木さんですので、はい、まあ、ファンの方、よく知ってる方もそうでない方もいらっしゃると思います、はい、青木さんのプロフィールを改めてご紹介させていただきたいと思いますが、はい、はい、出ますでしょうか。はい、いやー、写真も素敵。何言ってんすか。いや、誰撮ったの、これ。岡田さんが撮ったの。岡田さん、いや、すごく、これどうですか、この写真。本人見ていい写真ですね。いや、いい写真ですよね、はい、多分ショートゴロですけど、これ。そうですか、わかりますか、もう。なんとなくわかります。なんとなくわかりますか。で、1979年、神奈川県の出身ということなんですね、はい、神奈川県はどちらですか。生まれは横浜市旭区なんですけど、はい、2歳の頃に神奈川県の真鶴町ってところに引っ越して、はい、そこでずっと育ってました、はい、そうですか、はい、で野球やってて。野球はいつから。あ、小学校の時僕野球やってないです。時折こう始まるんですね。ホームラン打つ人が多いんだね、ここね。もうドラが鳴るのがさ、もうなんかね。後で歌うんば何なんですか。後で私もドラ鳴らすわ。鳴らしてガン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 ね。で、青木さんが野球。あ、そうそうそう。小学校の時野球やってなくて、でも野球チームなかったんですよ、町に。え、何でサッカーとか。何9人揃わなかったってことですか。いや、もうクラブ自体がなくて、なんで、うん、もう中学校入るまで野球できない環境だったんで、うん、まあ。ちょっとサッカーやったりとか、うん、あともう家、父親が自営業だったんで、うん、それでまあ父親にちょっとキャッチボールとかバッティングとか庭でちょっと広大なあの敷地があったんで、うん、はい、まあ、お金持ちね、広大な敷地なんてこういうの。まあそこで宇宙広大やってたんです。もうでかかったですか、小学校から。あー、でかかったです。小学校卒業するときは172ぐらい。マジで、はい、小学校卒業でしょ。6年生でしょ。6年生172、はい、何食ってたんだろう。何食べてたの。いや、普通ですよ、普通。お父さんもお母さんも大きいの。親父はでも180ぐらい。お父さんでかいんだ。それでランドセルしょって。ってランドセルは恥ずかしいからやめました。やめた。3年生でやめました。え、はい、小学校の、はい、うちはランドセル別にしょうがなくてもいい学校だったので、うん、3年生ぐらいで、あ、もういいかなと思って、うん、普通のバッグに変えてます。173センチで、うん、声変わりしちゃって、もう6年生声変わりしてたでしょうね、してたでしょうね。じゃあ何、バス乗っても、なんか子供なのって言われるような感じ。いやいや、ありました、ありました。そうでしょ、うん、バスより電車、電車、まだ自動改札じゃなかったんで、切符をまだ、うん、ね、駅員さんに出してみたいなで、うん、子供のこういう子って字が書いてある切符出すと、うん、君中学生でしょとか、君高校生でしょとかって、うん、よく止められて、うん、あ、これしまいには俺地元なんだから早く覚えるよ。本当ですよ。ね、よく使ってんだからね。一回それでうちの父親が切れましたから。あ、そう、小学生なんだよ。大きいのも大変なんだ ね、 ね、結構コンプレックスでしたよ、だからちっちゃい頃は。羨ましい、そんなの、ね、今考えると良かったなと思いますけど、うん、で、中学校行ってから野球、うん、そうですね、中1入ってから野球始めて、部活で。やっぱり野球だったんですか、サッカーじゃなくて。あ、もう野球やりたくてずっとで、仕方なく小学校の時はサッカーやってたみたいな感じだったんで、体でかかったからキーパー支えたんですよ。走れないし、退屈だし、で点入ったら俺のせいにされるし。そうだよね。なんで俺だけボール向けられるんだみたいな。そんな役ですよ。で、やめちゃったんですよ。
でもまあ今となっては良かったと思いますけど、もう即レギュラーでしょ、うん、まあそうですね、まあそこそこ1年生から、ね、試合は出れましたね。だって小学校からでも、まあ、そうやってやってる人もいたかと思うんですよ、うんうん、あでもほらうちの町は全員やってないから、全員がみんなじゃあ同じスタートなのね。そっかそっか、そうそうですか、はい、来てますよ、うん、もうですか、はいですね、うんうん、メイキーパーってもう早い、ツッコミが早いね、ツッコミ早いですね、ねえ、まあ、皆さんも多分いろんなツッコミがこれからも入ってくるかと思いますけれども、はい、でも中学校で、まあ、野球をこう始めて、で遅いですよね基本的にはね、ねえ、うんうん、まあ、しかも軟式野球で、中学校の部活で、うん、で高校入って、初めて公式ボールを持ってやって、まあ、そこからまあドラフトされる。だから高校卒でドラフトなんですよ。ねえ、なんかすだって野球歴何つまり6年しかやってないでしょ。やってないです。だ公式野球に限っては2年半しかやってないでしょ。それでドラフトかかるの？かかっちゃいました。え、それは高校時代の成績がやっぱり良かった。あ、まあいや良かったことは良かった。良かったって言ってもね、もうホームラン29本ですか、3年間で。まあ、そんなに多くはないんですけど、でも体大きかったんで、186センチ、7センチあったんで、高校3年生で。だからまあその体格にやっぱり、ちょっと目を止めてくれる人がいて、でも高校 の, その試合の時にこうスカウトがいるの分かるんですか？あーなんか分かりますね、うん、あ今日見に来てんぞみたいな。あそうなの、あスカウトが着るよって監督とかに言われるの、はい、どういう俺みたいな、誰みたいな、俺やっぱり嘘だろみたいな。でもそのドラフトの時ってそのまあ、高校3年生でよくあるほらドラフトの会議のシーン見るじゃないですか。パンチョ佐藤さんでした。佐藤だったかね、いや違うかなぐらいです。実際僕呼ばれてるのって見たことないんですよ、うん、その映像6位だから、うん、多分どっかには残ってるんでしょうけど、僕は見たことないんですよ。だいたいドラフトって、なんか記者会見があるじゃないですか、はい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 、でなんかこう親御さんもいいの、はいはいはい、学校の先生とかも、ね、校長もいいの、で地元 の, あの新聞記者の方々がいいの、はい、で指名されなかったらすいませんでしたって悪いっていうで、ね、指名されればよかった、でそういうシーンなかったんですか？いやないですよ全然。あんなのことやっぱドラフト1位とか2位とか上位だけなん で僕もまあ指名されるよとは言われてたんですけど、でも実際その日まで指名されるまで本当わからないわけだからあまりだから同級生にも伝えてなかったし、まあ、仲のいい友達には伝えてたりはしたんですけど、まあ、同じ野球部員とか、だから全然そんな記者会見とかはそんなあるわけでもないし、僕は普通にだからドラフト受けてる時に、あの英語の授業受けてましたよ。じゃあどこで分かったんですか？どこで英語で授業をこうやって受けてたら、あの担任顧問の先生が入ってきて、オッケー指名されたぞ、ってみよう、おーでなるじゃないですか、まあ、何のことみたいな、周り知らないから、知らないから あ、そうなんだ、でも授業どころじゃないでしょ、それ僕はまあ授業どころじゃなかったんですけど ね全然頭入ってこないし、ねえ、だっていつ来るかいつ来るかですよ。そしたらやっぱその顧問の先生が言って、でその後にいや今あの青木が広島東洋カープに6位指名されたから、ドラフト指名されたからって言って、やってみんなおーおーおーで、そのまま中庭に連れてかれて、あの胴上げ、あのシーンですね、あのシーン、あのシーン、あつさん、やっぱあの広島の帽子は用意されたの？それはされてなかった中にはドラフトって、何位まで呼ばれるんだって分かってない人もいるわけでしょ、6位って、上か下かみたいな人もいるんだ、中にはね、いると思いますよ、あのドラフト20位なんて思ってる人もいるかもしれない確かに、ねね、だから6位って喜んでいいのかなぐらいの分かんない人もね。でもつまりそれで就職が決まったようなもんでしょ？そうですね、はい、まあ迷わず、ね、はい、それじゃあお願いしますってことで、契約金いくらだったんですか？来たそう、ね、聞いちゃうそれ、そのね、言いたい匂いプンプンしてたから今。いやだって、別に言って隠すことじゃないから別に言ってもいいですけど、聞きたいですか？いやだって聞きたい3500万うわ見たことね。ねそのじゃあその3500万円ちょっと飛んじゃったけど、3500万円は、どうしたんですか？どうしたんですか？いや普通に考えて、やっぱ半分近くは税金ですからね。ああ、そうか。はい。
そうなんだ、はい、まあ、半分まではいかないですけど、税金なんだ。そうですね、手元に来たの2000万ちょいとか。え、それはやっぱりお父さんお母さん、やっぱ親に全部預けて、預けて、で家にどんどんいろんなものが増えてきましたか、壺とかこう、なんか壺とか今じゃもう使い物にならないクソでかいテレビとか買っちゃったやっぱり。いや、あったと思いますよそれは。家がこうなんかこうリフォームされたとか。リフォーム、うん、どうですかね、リフォームあったかもしれない、どうしてんだろうね。でもうち4人兄弟だったんで、やっぱりそれなりにやっぱり、うん、あの、ね、家もそんな裕福ではなかったんで、もうそれにもう全部で。まあ、で広島行きました、当時監督は広島の、あ、監督は一軍監督が三村さん、ね、はい、もうお亡くなりになっちゃいましたね。それで二軍監督が達川さん、今モノマネいっぱいされてる。そうです、達川さんコンタクト落としちゃう達川さん。で2年、僕が3年間いたんですけど、はい、2年目の年に達川さんが一軍の監督上がったんですよ。それで、うん、まあ、達川さんが2年間やってみたいな感じで、はいはい、だから達川さんとの関わりが多かったんですね。はい、このプロ野球生活って、つまり全国から集まってくるわけでしょ、はいはいはい、もうこのぐらいの大きさの人たちいっぱいいるわけでしょ、わんさか、はい、いや普通でしたよ、僕やっぱ体格。そうでしょ、はい、これましてや衣笠さんもいました。いやー、もう OB ですか。全然です、はい、OB ですね。もうすいません、衣笠さん日本人離れした怖い顔してるじゃないですか。ビビりますよね、きっと。え、北別府さんとか。北別府さん、北別府さんはもう一体いつの時代ですかそれ。え、王の、ね、え、僕は97年ですからね。そりゃそうだよね。マルカーノってどこだったっけ。あれ阪急だ。僕が入った時の主力選手はやっぱ前田智則さんとか尾形さんとか、はい、ああ、はいはいはい、翔田さんとか。そうですよね、それぐらいの時ですね。そうですよね、はい、じゃあ笹岡さんが、あ、広島って練習ばっかりするって言うじゃないですか、はい、きつい、やっぱりそう思うじゃないですか、うん、ほんときついっす。ほんときついっす。はい、だって橋上さんが言ってたよ、カープはね、うん、選手大変なんだって、うん、結構やっぱり、うん、僕が入った頃は結構やっぱりその中でもきつい時期だったと思うんですよ、うん、で結構もうガチガチにやるタイプだったんで、うん、いや本当は僕最初だからついていけなかったですよ練習に、うん、で小田原高校って普通の県立高校なんですよ、うん、で授業終わってから部活も2時間ぐらいしかやんないような、うん、そんなところからいきなりプロの世界入って、で毎日毎日そうじゃないですか、だから本当体ついていかなくて最初は、うん、だからもう体も痩せちゃって77キロぐらいまで落ちたんですよ。へー、練習しすぎで、しすぎで、はあ、じゃあ本当にこうプロの壁、まず練習についていけないというか、そこでもそれ、まあ、挫折っていうか、うん、すごいカルチャーショックっていうか、ぶっちゃけ教えてもらいましょうよ、朝から寝るまでどんな、あ、二軍選手がどう過ごしてるか、はい、まあ、大体、まあ、試合の日二軍のファーム戦があるとしたら、うん、まあ、6時半ぐらいに起床して、うん、外出て体操みんなでして、うん、でそのまま朝食で、まあ、8時半ぐらいに、うん、バスが出るんですよ、うん、で、バス乗って1時間ぐらいのところにカープの二軍の練習場、うん、U 練習場っていうのがあるんで、うん、山口県になっちゃうんですけど、うん、そこで試合があるんで行って、うん、まあ、ついて9時ぐらいですよね、うん、でアップして試合前練習して、うん、で普通に試合やって、うん、で3時ぐらいに終わったら、うん、今度は居残り練習が始まるんですよ、そのグラウンドで、でそれ1時間か2時間ぐらいやって5時。どんなトレーニングですか、居残りで。ああ、もう例えばもう1対1でノックずっと打たれたりとか、あのひたすら走るメニューだったりとか、ひたすら振り続けるメニューだったりとか、うん、そんなのがほとんどですよね、毎日のように。いじめ、いじめじゃないですよ。いじめで、でもそれやっぱりみんなクリアこうしていくわけですもんね。それまずそれについていかないと、うん、なんか試合で使ってもらえないみたいなのもあるし、うんね、やっぱりそこでどんだけやっぱ根性を見せるかっていうのが、うん、やっぱアピールの場でもあったんで、ね、当時はなんかもうひたすら自分はもう人よりも本当体力がなかったんで、本当それについていくことが精一杯、そんな感じでしたよね。で帰ってきて、まあ、6時ぐらいから飯食って、で7時ぐらいから夜間練習、また練習、練習です、はい、うん、で室内練習場が寮の横にあるんで、まあ、そこでティーバッティングしたりとか、マシンバッティングしたりとかして、で大体毎日泊まりのコーチがいるんですよ寮に、
うん、そのコーチが見て、うんうん、だから遊びには行けないんですよね、だから19、20歳ぐらいでしょ。そうです、そうです、うん、で夜間練習が9時とか9時半に終わって、うん、そこから自分の選択して、うん、でコンチのスパイク磨いたりとかして、うん、でなんだかんだで自分のフリーになるのがだから10時半とか11時とか、うん、でそこから何かやろうかなと思っても、うん、でも、ね、やれ、ね、疲れてるできないし、うん、でもなんか寝ちゃうとまた明日来ちゃうしなみたいな、うんうん、なんかそんな前そんな繰り返しですよ。ねだから兵隊さんみたいですね。あそうですね、韓国に行ったら多分生きていけるんですよ、ね、徴兵制度があるんで、ねねねねうん、でもやっぱりその、まあ、一軍目指してってことですよ ね、 も、 ねもちろんもちろんだこんな生活やったら、うんまあ、早く一軍行きなさいっていうあれだと思うんで、そうですよね、全然それは悪くないことだと思うし、うんうんうん、そうですよね、うん、来ましたよ、あのね助かったんです、はい、ねやっぱりプロも基本が大事なんだねっていうメッセージが来てますけど、じゃあ広島は3年です、はい、はい、またドラがこうなるというね、ツーランホームランですよ、これあすごい、でこうまあその広島あ増築かとか出てます、増築か皆さんでこうね会場にいらっしゃる方もね大きな大型スクリーンを見てるんですけども、見てるんですよね、はい、で広島とのまあ別れというか3年、何て言われるんですか、うん、3年で、うんまあ、戦力外通告を受けるわけですけど、うん、その戦力外通告の受け方も、うん、これ笑っちゃうんですけど、うん、僕自分の父親から呼ばれたんですよ、全然知らなくて、うん、でまだ8月の中旬ぐらい で、うん、でウエスタンリーグの遠征で近鉄戦があったから、うんまあ、大阪行ってたんですよ、うん、で現地着いてホテル入って、うん、ちょっと腹減ったなと思ってマック行ってフィルフィッシュ買い行ったんですよ、うん、でフィルフィッシュ食ってたら、うん、上手から電話あって、うん、お前今年でクビだぞとか言われて、うん、どういうことって言ったら、うん、お前まだ聞いてないのか、うんうんそういう電話かかってきたからあ、はい、あはあみたいな、お父さんから聞くの、あらまだ家にですぐ、うん、でその後、まあ、スカウトからも電話来るんですけど、うん、で実はもう今年で、うん、整理人員になってるから、うん、申し訳ないけどって言われて、うん、だまだでもシーズンまだ1ヶ月ぐらい残ってるんですよ、うん、でも だいぶ早めに自分の場合は言われて、でも周りにももちろん言えないしそんなことは、うんうんうん、まあ、でもまあだから最後の1ヶ月は結構きつかったですよ ね、 それ ね、 ねだからフィルフィッシュ食べるたんびに僕思い出すそのクビになった日のことを、あでもやっぱ食べちゃうんだたまに、食べますね美味しいんですもんだってやっぱ諦めつかなかったでしょ、うん、つかなかったですね、それでまあもう言っていいのかな、うん、それでクビになるって言われて、うん、で球団社長とかに呼ばれたんですよ、うん、で今のオーナーの方なんですけど、うん、でまあ球団職員として、うん、残れみたいな、うん、で言われて、うん、言われたんですけど、でも自分の中でやっぱ消化できなくて、うんうん、いやすいませんっつって、うん、もうちょっと現金こだわりたいんだいっつって、うん、お断りしてまだ俺はやれるぞと、うん、いけるぞと、そうです、ね、でその広島の後はじゃあどうなの、その後、まあ、自分の中で、はい、まあ、アメリカの野球にすごく興味があったんで、まあ、挑戦したいなってことで、まあ、いろいろテストを受け始めますね、アメリカに渡って、はい、うーん、今プロフィールなどが出てますけれども、はい、シアトルマイナーズに、はい、これ2003年ですね、ね、はい、2003年に、で、そしてあの方いたところですね、あの方あの方シアトルマリナーズって、あの方いましたよ、あの方、あの方とあの方とあの方、あの方とあの方とあの方ですよね、うん、その当時は、はい、ね、あったんですか、で会いました会いました、あったんですか、はい、この方にもお世話になりました、はい、はあ、それいいな逆にお父さん出ましたら、今さこの方に分かります、この方、この方分かります、この方分からない、分かんないシアトルマリナーズですよこの方いや僕よりでかかったっすね、やっぱり、うん、びっくりしました、僕一回会ったことあるんですけど、うん、でかいね、ね、さすがに大和藩っていうか、ね、うん、でそのアメリカシアトルマリナーズで、その後はその後は、はい、マリナーズ2003年 で、うん、はい、で2004年がちょっとブランク空いて、2005年が、うん、ウェルネス魚沼っていう、はい、オーストラリア人が都市対抗野球に
挑戦するっていう企画があって、はい、そのチームがあの新潟県の魚沼市に、あの拠点を置くチームがあったんですよ、はい、それに参加したりとか、はい、あとアメリカの独立リーグに行ってやってみたりとか、でセガサミーが2006年、7年か、まあ、セガサミーで2年ですね、自分の中でやっぱり消化しきれない野球に対する思いが動かしてるわけですね、はい、だからまあカープでもまあクビになり、うん、マリナーズでもクビになり、うん、でまあその後いろいろ行ってセガサミー、うん、社会人野球ですけどそこでもクビになり、うん、でまあいろいろ分岐点はあったんですけど、はい、うん、やっぱまだやれるよなって。あ、辛いでしょ、でもクビって言われるのって。もう言い慣れ、言いも慣れました。あ、そう、慣れました、うん、これが野球界かと。まあ、でも、うん、そういう厳しさがやっぱ、うん、隣り合わせにあるんだなっていうことをやっぱ感じとかないと、うんうん、毎日毎日やっぱり当たり前に野球やれるわけじゃないんで、だからいい勉強させてもらったなとは思いますけどね、うん、だって選択肢は他にもあったでしょ、野球以外にも、うん、いやまあ、今は思い起こせばあったのかもしれないですし、うん、それこそその時球団職員になりますでしたら、うん、ね、今頃こんなになってスーツ着てね、こんなになってたかもしれない。いや、これはないと思う。そこまではないです。ね、でもやっぱり野球だったんですね、うん、ですね、やっぱり、うん、それで、ね、そして縁があって新潟にってことですよね、はい、で新潟に来るっていうのはやっぱりこう新しい球団ができるっていうことで、いや、あの、もうあったんですよ、はい、BC リーグ自体は、で、あることも知ってて、うん、それで、いや、行きたいなと思ってて、はい、気持ちがあったんで、そしたら、あの、まあ、セガサミーちょうどクビになって、はい、うん、それで、あ、じゃあ行くんだったら、うん、その昔新潟にもお世話になったことあったし、まあ、ちょっと新潟にまだ恩返しできてねえなっていうあれもあって、じゃあ行くんだったら新潟に、新潟行こう、うん、それはトライアウト受けた、受けました、受けました、そうですよ、まず新潟、うん、地域は地域っていうか、うん、この土地柄、はい、どうですか。いや、僕は好きですよ。そう、はい、冬はやっぱ寒いしでも夏も暑いし、はい、まあ、割と皆さん新潟県人の方々は優しいでしょ。優しいです、本当に。だから逆に言うと勝負ごとには弱いのかなって思われてるかもしれないと。あ、 そうなんですか。あ、そういう気はなかったですか。んー、なんかでもなんか打ち解けるまでちょっと時間かかるなみたいな、うん、でも打ち解けちゃうとすごく温かく迎え入れてくれるなみたいな感じは、うんうん、で新潟に来た時は、はい、独身。いや、結婚してました、うん、あ、はい、奥さん新潟に来るには、はい、ノーと言わず、あ、まあ、まあ、いろいろありましたけど。あった、ありましたけど、まあ、最終的には行きますか、はい、っつって米美味しいしみたいな米かな、最終的に。それは私は食べ物に釣られますけど。そうですね、青木さんの奥さんはどうだか分かりませんよ。酒飲まないで、ね、飲まないですか。でも新潟に来てご飯食べたらここいいぞと、うん、まあ、もう食べ物はやっぱ美味しいねって言ってますよね、これ武器だな新潟ね。私だから青木さんのファンだから、うん、奥さんのことが気になってきてしょうがないわけですよ。あ、なるほど。どんな人なんだろうって。あ、まだ会ったことないですか。聞けないから。いや、はい、でもお子さん連れてよく球場にいらっしゃいますもんね。まあ、そうですね、そう、たまにこういらっしゃるので、その時に、はい、あの方が青木さんの奥さんなんだなと思いながら、こういう感じでこうずっと遠くから眺めてるみたいな。奥さんダメ出しとかしませんか。野球のですか。野球の、うん、全然野球興味ないんですよ、うん、ルールもあんまり分かってないんで。あ、本当ですか。はい、それぐらいがいいんです。逆に、あの、嫌です。家帰って野球の話されるの嫌です。本当、うん、無理っす。今さりげなく無理、本当に嫌だ、無理って言われちゃった、うん、え、ちょっと今さりげなくし、私振られたんだけど今、ね、分かる、うん、振られてないと思うよ。あ、そう、別に今勘違いだと思う。え、そうかな、うん、本当に今ぐさっと来たんだけど。いやいや、全然そういうことじゃないでしょ、そういうことじゃない、そういうことじゃないでしょ。何あんな有頂天になってんだよ。でもね、まあ、ちょっと話を戻しますと、うん、じゃあアルビンがじゃあ2年目に来たわけですよね。そうです、そうです。で、1年目はあの、うん、監督がすごいか、あの、1年目はね、そこ別にいいじゃないですか。いいですか。後藤監督だったんですよ、1年目は。はい、ね、後藤監督が、はい、あのでね、まあ、まあ、まあ、ひどかったです ね、まあ、あの、結果的には。いや、正直そうですよね。あの、まあ、まあ、まあ、成績はね、
はい、成績はですよ。だからその成績は、ね、まあ、うん、その成績も知っての上とか、どういうふうにこう新潟やっぱ見てたんですか、そのこのチーム。いやあのとネレさんってコーチ、あー、はい、ネレさんね、あの人と僕その昔のチームメイトで、はい、アメリカ時代に、それでまあそれで連絡してちょっといろいろ相談とかその話聞いてたりしたんで、うんうん、でもまあ来年からは選手大幅に入れ替わるから、はい、また新しいチームになるよって話も聞いてたんで、はい、でもすごい戦い方をしてるっていうのは聞いてました、はい、すごい戦い方、まあ、すぐレギュラーだなみたいないやそんなことは思ってないですけど、うん、でもねえ、でも分かんないですよ、実際僕も見てないんで、どんなチームだったか、じゃあ実際こう入ってみてどうだったんですか、その、いや入っていきなり優勝しちゃったんで、前期優勝、だからなんだそんな弱くないじゃんって、じゃあその BC リーグの、まあ、レベル自体はどういうふうにこうご覧になって、まあ、いろんなところでも野球やってらっしゃるから、うん、そうですね、うん、いやなんかまだそのやっぱり、うんうん、まあ、緻密な野球っていうところまではレベル達してないけど、うん、ね、でもやっぱり素材がいい選手、はい、素材が、うん、で言えば、ね、いいものを持ってる選手たちが集まってるなっていうのは感じましたけどね、はいはい、なるほどね、ここでやりたい、もしかして、いいよ、ここ入っていい、どうぞ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 やってくださいね、ごめんなさいね、なんか皆さんがね、こう周りでね、ここで何そのなんかレガースとかつけてんのね、すごいね、これね、なんか中学生、高校生、中学生、はあ、軟式じゃん軟式、ね、あでもやっぱ格好から入っていくって大事、はい、そうね、そうだよね、でいつからコーチも兼任になりました、コーチ兼任になったのは、はい、いつだろう、はい、2009年になりますね、あちょっと待って、その前に本塁打王に輝く、そうホームラン王にもなってますね、2年連続ですよね、はい、はい、そうなんです、気持ちいいですかホームランは、気持ちいいですね、なんとも言えないですね、やっぱり、あれがあるからやめられないっていう人いますよね、狙ってるんですか、いや、狙って打ったことはない、で、本当打てた試しないです、本当狙うと僕の場合はいい結果絶対出ないんで、でも本当にホームラン打ててる時っていうのは、打って感覚ないんですよ、で、もう意識もないんですよ、で、ファーストベース回ったぐらいで、はっとなんか我に戻るっていうか、分かんない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 、いやいやいや、バッターだからこう手応えはとかあるじゃないですかね、こう打った瞬間にこう、ね、うん、ね、イメージするじゃない、うんうん、とにかくあの打球がこう飛んでったらいいのにっていうのをまず目標に練習してるわけでしょ、うんうんうん、でも僕の場合はですよ、調子が悪い時こそそういうことばっか考えちゃうんですよ、うん、で調子がいい時は本当になんか何も考えないのに、何もバット動かそうとしないのに勝手にバットが動いてカーンって飛んでっちゃうみたいな、分かんないんですよね、これ説明しづらいですよね、写真、あ、わ、これはどの時の写真ですか、これはこれ去年ですよね、はい、これ、うん、サヨナラヒット打った時かな、うん、ブランドンから、はそのね、だからさ、気持ちいいんだろうなと思うホームランってね、打ってみたいよね、打ってみたいね、うん、打ってみたい、うん、私じゃあボールになるから打ってくれますかどういう意味ですか、おかしくなってるおかしくなってる、これ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 はこれどう、これはあ、これでもボール映ってますね、あ、ボールじゃないか、あれ違う、映ってるよ映ってるよ、あ、違うわ、これどうですか、ボール映ってますよ、え、あれボールじゃないですか、あれボールはボールでしょ、ボール、ボール、え、これでしょ、白いのボール、それボールです、ボール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 、うん、じゃあボールでしょ、これ違う、このフェンスの多分クッション材かな、あ、そう、すいませんボールボールでしょ、え、ボール、うん、あ、じゃあショートゴロじゃないですね、うん、レフトオーバー、あー、いやー、来た、いやー、気持ちいいんだろうな、やっぱ駆け引きありでしょ、まあ、ありますよね、やっぱキャッチャーによって癖が出ますよね、うん、へ、でもそういうの考え始めるとバットが出ないっていうか、だからそうなんですよ、だから本来は僕は、うん、あの反応タイプなんで、うん、あの配球をもちろん読むことは読むんですけど、まあ、読むよりどちらかっていうと、うん、来るボールに対して反応して打つタイプのタイプ、うん、バッターなん で、ね、であんまり考えすぎちゃうと、うん、手が出なくなっちゃうんですよ、うん、そう、私じゃあのいわゆる長嶋さんタイプのだと思います、はい、来た球打つ、来た球打つ、打てると思った球に対して反応させるっていう、はい、でそれができているときはどんな球だろうがさばけるんですよ、はい、でもそれに欲が出て今度はこうしたいな、ああしたいなっていう気持ちが生まれて強くなればなるほど今度はダメになっていっちゃう、うん、あ、そこが駆け引き、そうだ、相手の駆け引きより自分との駆け引きの方が大きいかもしれないです、
最近私ね、一丁前のこと言うとね、うん、なんかそんなこと考えるようになっちゃって草野球でやってるけど、うんうん、だんだんほら、なんていうの、うん、ちょっと野球覚えてきちゃったな、覚えてきたってなると、うん、キャッチャーがなんかうるさい人いるじゃないですか、たまにこう、あ、いるねこうなんかさ、いろいろこう最大しみたいな、こうあっちこっち行って、じゃあこの人こうだから次こうかな、いろいろ考え始め、出なくなるんだよね、うん、もう嫌だと思って、昔に何も考えずに振ってたのに、キャッチャーはそうだけど、ピッチャーコントロール、そんなね、草野球は思ったとおり、確かに、それよりも野球を見るときに、こういう時は、まあ、今度高校野球始まるじゃないですか、なんか高校野球でも配球みたいなのがしますよね、分かる人には、うん、次何が来るとか、そうそう、ここでカーブだろうなとか、そういうのが面白いですね、見てるとね。勉強になるなと思って、うんね、まあ、ほんと高知県人で4人のこう監督に、ね、はい、こう使えたというか支えてきたと思いますけれども、ね、はい、まずは、芦澤さん、芦澤さん、はい、そして橋上さん、そう、はいはい、で高津さん、はい、でギャオス、ギャオスさん、はいはい、ギャオスって呼び捨てしちゃったけどギャオスさん、ね、どうですかこの 4人がこう歴代の監督でチームもまだいろいろカラーが変わるんでしょうけれども、じゃあそこをぜひ、そこをぜひ、はい、やっぱり皆さんやっぱりそれぞれの個性があって勉強になりましたね、はい、うん、いろんなタイプの人と付き合ってるじゃないですか、うん、そうですね、ね、それもまた大変ですね、また大変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 は大変です、いやでもその分やっぱり、ね、自分の引き出し多くあれできたんで、そうだけど、そうだけど、どうそうだけど、はい、何ですか、この監督こう言ってるけど、ってあるでしょ、本当本当のちょっと待って待って山田さん、ごめん、今日ユニフォーム着てるからダメだって、そうか、うん、じゃあ芦澤さんどんな監督だったんですか、芦澤さんは、まあ、4人の中でもそうだな、うん、まあ、やっぱ守り重視の監督、守り重視の監督、で、うん、でもやっぱり、まあ、勝負師だなっていうのは、まあ、うん、エンドラン出すタイミングにしても何しても、うんうん、まあ、その割り切ってちゃんとサインをポンと出して、うん、で、まあ、試合後の悔しがり方とか見てると多分4人の中で一番やっぱり、うん、勝負に対して執着心がある方だったなっていうのは思いますね、はい、じゃあ橋上さんは、橋上さんはやっぱりその野村監督での下でやっぱり培ってきたものを、がすごいもあったんで、まあそれをやっぱり どういうふうにチームに伝えていこうかっていうところをもう前面に出してやってて、まあ確率の高いものは何なのか、まあ考える力ですよね、今自分がするべきことはどの選択肢が一番いいのかっていうところを常に考えさせて、それを行動させるっていう、そういうタイプの監督、一緒に風呂入ってるとかしませんでした僕は入ったことないですけどね、入ったことない、はい、あるんですか、いやもう入りましたよ、希望で知ってますしかも初対面で、初対面で裸の付き合いでしたからね本当にね、で高津さん来ましたよ、どうですか高津さん来た時の、高津さん、ね、最初は選手、まあ、選手であれでしたけど、うん、いや、やっぱりもう、うん、野球になったらもうこうですよね、で、まあギャンブル師っていうか、なんか勝負、ここで、ここで、これだと、そうですね、でやっぱ監督 の、まあ、椅子に座った時に、一番、まあ、一番って言ったら失礼ですけど、そのなんていうの、貫禄があるっていうか、ちょっと話しかけづらいなっていう雰囲気を出してたのは、やっぱ高津さんだったんです、まあ、皆さん、もちろんそれぞれあったんですけど、でも高津さんがそのゲームを見る目っていうのは、その中でやっぱ一番、なんか鋭かったかなって。でと、まあ、選手を絶対攻めないんですよ、で失敗しても失敗したら全部俺の責任だからっていう風に、あら男気のある、でもう3位出してるのこっちなんだから、あの好きなようにやってくれればいいっていう、で、まあ、あとはその高さんの場合バントしなかったじゃないですか、しなかったんですよね、でもう そこも一貫してそうだったんで、選手たちはもう、やりやすかったっていうか、はい、まあ、以上監督の話、いやちょっと間違えた、似顔絵返してタオルにもなってる人忘れないで、あそっかそっか、ね、バラエティの人なのあのギャオはどうですか、ギャオさんほらバラエティじゃないか、ギャオさんはギャオさんでやっぱり今日候補も来てますからアルビの、そうですよむしろ今の入り方はギャオさんは OK 出してくれてると思いますですけど、全然ね、もう OK、 そうね、普通に俺を呼ぶなって多分思ってるんで、多分見てないですからね、見てない、はい、いかがでしょう、
あ、ギャオさんは、はいはい、なんていうんですか、ね、やっぱり長い間、はい、その指導者もやってなかったし、ブランクがあったと思うんですよ。どうせやっぱギャオさんになると手がこうなるんですね。どうしても手がこう、ギャオさんになると手がこうなる、ね、いや、でもなんかやっぱりその個性、そのキャラクターがあるじゃないですか。だからそれがやっぱりそのチームに、まあ、いい影響を与えてるっていうか、やはりその失敗を恐れなくていいんだっていうところで、あの、まあ、選手たちは伸び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 っていうか、うん、なんですかね、まあ、考えたことをしっかりと実践できるし、うん、まあ、そのこうじゃないですか、ああじゃないですかっていうその会話のやり取りなんかも、うん、あのちゃんと、うん、まあ、コミュニケーションが取れるんだな、うん、取れるんだなというか、取りやすい方かなっていうふうに思いますね。結構あのファンサービスをね、はい、なんだ、表に前面に出してやってくれる方で今写真もね、出てましたけれどもね、はい、いろんなパフォーマンスをね、選手たちにも言ったりするんですか、うん、お前らもうちょっと表に出て何かやれとか野球以外でもちゃんとアピールしろとか。いや、あの逆に監督は、うん、あのその何、露出は俺に任せとけと。はいはい、あ、露出は俺に任せて、チームの宣伝は俺に任せとけ、お前らは野球やっとけと。俺より目立つなってことじゃないですか、ね、そういうことじゃないですよね、楽しい、ね、僕ね、去年あの始球式お世話になったんですよ。あ、はい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 、で、うん、寺田君ピッチャーで、うん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 、あのカバン持ってったんですよね、この旅長の格好して、はい、でカバン持ってって、はい、そこからグローブ出すっていうは、うん、ちょっとここで人笑いあんのかなと思ったら、うん、寺田君ずっとこう腕組んでこうやってシーンですよ。でもういいやと思って投げました。だから思った以上にど真ん中来ちゃったもんだから、みんなびっくりしちゃって、で、ベンチの向こうのギャオさんがこうやってました。あ、そう、いや、こうやってました、こうやってました、見えましたもん。つまんねえみたいな感じ。面白かったですね、盛り上げてくれる人ですよ ね、そうですね、はい。じゃあ本当どんどん新潟のチームも変わってきて、まあ、本当にまだ1年1年選手も変わるし、うん、まあ、監督もね、そういう時には変わりますけれども、うん、どんなチームになってきてますかね、新潟は。そうですね、まあ、勝負強くなってきてるなっていうのは感じますし、本当に自分の考えで行動を起こす選手たちが増えてきたかなっていうのは、はい、感じてますね。じゃあもう今、一番若い選手何歳になるんだろう。若いのは19とかですね。高卒がいないから19か、ね、はい、青木さんと何歳違うわけなんですか。 え何歳違う。14とか15とかですよね。そのもう選手たちのコミュニケーションっていうのはどういうふうに、もうおっちゃんになっちゃってるんですよ。そうです ね、お茶でも頑張るわけじゃないですか。そこの選手とのこうなんかコミュニケーションっていうのは、あ、まあ、僕は普通に積極的に話しかけたりはしてますけどね。まあ、若い世代の話には合わせられないですけど、でもまあ声かけて、あんまりそんなに、その俺は先輩だからみたいな、そういうのは、あ、そんなないですか、この縦割りの厳しさみたいな。そんなない、まあ、ちゃんと締めとか締めとけば、ね、また、どうぞ、また一人こうお部屋に、ね、入っていって、これから見るぞという方が、ね、いらっしゃいますけどね。でもほら、今年高須さん入ってきて、高須さん今年で39ですから、はい、多分一番下とは20違うんじゃないですか。そうです、高須さんってね、あの楽天にいらっしゃった、はい、うん、今日から練習が始まって、そうです、今日、はいはい、今日高須さん初めてチーム練習来て、そうですね、詳しい情報は新潟野球 .com をご覧いただくと、ね、しっかりあの今日取材されてたみたいですね、はい、岡田さんはね、はい、取材してましたよ、岡田さん、ね、はい、ちゃんと本当のこと伝えてますか、岡田さん。岡田さん、たまに話盛るんですよね、やっぱりあの、はい、ほとんど自分のなんか勢いでのね、うん、事実がどんどん広がってるんじゃないですか。そうだから今日 の、 あの、番宣 の、 あの、こ、何、文、なんか集大成がどうのこうとか言って勝手に今年で引退させようとしてるほらねほらもう怖い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 調子乗り始めた、岡田さんも、はい、あ、これ何、あ、これは、あ、今日のほらもう早速用意してんだもん、出そうと思って、高須さん白いのがね、はい、高須さんはプレイングコーチ。そうです、そうです、そうです、あ、どうでしたか、高須さんの今日指導というか。いや、もうあの、うん、初日なのに、はい、初めて見る選手なのに的確にもうアドバイスをポンポンポン、はい、君こうだよね、ああだよねっていう風に与えてる姿を見て、あ、この人やっぱすごい、見る目違うなって。で、
それがもちろんその理にかなっていることばっかだったんで、はい、あやっぱりプロ野球で長年やっぱり、ね、培ってきた経験があるとこういう人になるんだなっていうふうに、うんはい、思いましたね。じゃあもう選手みんなあれですか、長岡で集まってるというか、もうあ全員が全員じゃないですけどね、まだですか、はい、あ全体練習いつからですか。は3月15から。あ3月15から、はい、エコスタで。あそうですか。でも3月15って本当にじゃああれですね、開幕まで1ヶ月前ぐらいになるとみんながこう、そうですね、全員で練習、はいはい、あじゃあこの時期というのは、うん、じゃあここで体作りをしたりとか、うん、新潟にいる選手が集まって練習をすると。そうですそうです、はい。まあ、基本的にはオフシーズンは選手お給料出ませんので、うん、なのでやっぱりアルバイトしたりとかしないと生活できて、うん、できないんで、はい、働きながら、働きながら、はい、大変だ。あこれはこれはこれ僕っすね。いつ撮ったんですかこんな。またほらこっそり撮ってんですよ、気をつけた方がいいですよ。あ何に使われるか分かんないんだから。あおやっぱフォーム違うね、写真だけど。恥ずかしいなこれ。さて、はい、じゃあそれでは山田さん、うん、そろそろ、習いますか。習いましょう。習いますか。で、で実はですね、はい、今日来てくださっている方からですね、はいはい、長岡といえば、うん、まあ、私たち先ほど、長岡といえば、ね、長岡といえばフレンド、はい、食べフレンド食べました。フレンドさん、フレンドのね、イタリアン食べました、はいはい、餃子付きでね。そうです。食べたんですけど、はい、あとやはり忘れちゃいけないのは、うん、シュークリーム。そう、三松、三松さんのまだサンキューセールやってるんですか。サンキューセール、ね、で、いただいたんです。マジでシュークリーム。なので今日はこちらにいらっしゃる方々と、はい、共に CM 中に食べたいなと。 CM 中あすいません、 ありがとうございます。あ、ほら、こんなにたくさん、もう一人の青木さんが来ました。ね、ありがとうございます。これね、三松さんのサンキュー。そうそうそう、サンキュー三松、サンキュー三松。サンキューセールですね。開けて開けて、はい、ね、開けて、これ皆さん、これこれでも結構すみません、結構ちょっと大丈夫ですか。ガチですよほらこれ。それほどき方間違えましたね、ちょっと。あ、こぶになってますよこれ。こぶになって、どうすればいいの、やって。じゃあ CM 中に。何甘えてんの今。お願いって、これなんで甘えてんすか。ダメ。じゃあ CM 中に、はい、では CM でーす、はい。お腹すいたね。お腹すいた。ごっつおだよ、ひるさん。すごい。え、それ何？ウニ。じゃあ私、山田さんのいくらもらっちゃおう。あ、いいよ。あー、はい。夜だけではなくて、はい、昼間のランチも大人気の宝星丸さんです。はい、ぜひ皆さん、昼も夜も宝星丸さんにお越しください。見てください。もう。食べる、食べる。
の四季の変化を知り、自然の恵みを取り入れる高断熱省エネ住宅、心地よい空間、ぬくもりを感じる住まいづくりは守る建築にお任せください。野球教室 in 長岡ドーム。イエーイ。いいですね、いいですね。盛り上がってまいりました。それではですね、はい、長岡ドームバッティングスタジアム、本当に広い。広い、ね、はい、ここはね、広いわ。もうガンガン打ちたいと思うんですけども、はい、さっきね、あのホームランが打つとドラの音がバーンとなって、うんうん、ホームランって言ってましたけども、うん、狙いましょう。狙いましょう。やるからにはね。やるからにはね。まず広江さん普通に打って、見ていただいて。あ、そうですね。え、じゃあいいですか。チェックして、はい、チェックして。チェックしてもらわないとね。ああ、やるのね。じゃあ俺こっちで見てる。じゃあ入れましょうか。はい。はい。僕ね、ここであれ、あのマンツーマンレッスンとかやってたんですよ。あ、本当？ここで、はい。まずもう一回。素振りして、素振り。素振り。素振り。はい。よっしゃー、頑張っちゃおう。よっしゃー、いいっすか、いきますよ、来い。あ、出ちゃった。バチ来い。100キロですよ、100キロ。バチ来いは守ってる人が言うの。あなたが言われてるってことです。はい、あれ、来ますよ、来ますよ。はい、100キロです、100キロ。100キロ、100キロ、100キロ。あー、さっき素振りと違うぞ。待って、その振り方だったらカメラマンの方向飛んできますよね、多分。ほら、斉藤さん、危ない危ない、危ない、命かかってる、危ない。あれ、ちょっとおかしいな。え、何が。ホームラン狙ってよ。狙だって、そう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 、今の良かったですよね。気合だ、気合だ、気合だ、気合だぞ、気合だ、集中集中。あ、違うな。こう、あれ？え、いや、もうちょっともう直したいとこ1個見つかりましたよ。何ですか？何が？何が？もうチェックポイントありありみたいな。ありありですよ。もう致命的なとこ1個ありますよ。致命的だって。え、何致命的？身長ですか？身長？身長じゃない。それはそうですけど。バットの握り方？え、何何？まずね、まず途中まで。どのタイミングで教えたらいいですかね、これ。まずでもボール来てる間危ないんで打ってもらえます。そうですよね。よし。じゃあ広江さん、とりあえずタイミング取るの遅いんで、もっと早めにバット引いてください。早く引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 く。そう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 。もう引いて、最初から引いてで、最初から引いて引いて、そう。ああ、はい、引いて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 。そう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 。いわゆるバックスイング。そうそうです。はい。引いて。引いちゃう、引いて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 、遅い。遅いんだって。遅い。引くタイミングが遅い。振るタイミングが遅い。うん。引いて引いて引いて。はい。じゃあ僕が引いてってさ、引いてくださいね。わかりました。はい。引く。引いて引いて引いて、遅い。遅いって。今もうね、めちゃくちゃなってるぞ。もう声に反応するのが遅いじゃないですか。はい、引いて引いて引いて。そう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 。それぐらいそれぐらい。もう一丁、もう一丁、引いて引いて引いて、そう、オッケー。足バラバラになってるよ。ダメ、もうダメ。早め、はい、引いて引いて引いて、そう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 、惜しい惜しい惜しい。あ、痛い、もうダメ。今は広江さんの打ち方なんですね。そうですね。これが広江さんの打ち方。あ、今のタイミングオッケーです。引くの早くするんですか。そう、引くの早くしないと間に合わないですよ。そう、それぐらい。そう、いて、いて、当たったし、もう。ダメだ。え、マジで。ちょっと待って、これで警戒したら大丈夫。あなた、で、あなた斉藤さんにもぶつけそうになって。ここに飛んでくるってどんなっすか。どうしよう、大丈夫です。
じゃあ、明日教えてもらいましょう、具体的に。はい、具体的、はい、具体的に。井上さんをここに立ってもらって。はい。うん、はい、あ、じゃあ、立ってください。はい。はい。で、はい。ヒロエさんの場合って、はいはい、ボールがここにあるのに、はい、まだ手ここなんですよ、はい、だからもうここまで来てる時には、はい、しっかりここにないといけないです。あ、ここにないといけないの、うんうん、はい、で、はい、例えばじゃあここの場所って何かっていうと、これパワーポイントなんですよ、はい、いつでもバットを出せる場所なんで、すごく大事なんです、はい、ここが、うん、これトップって言うんですけど、はい、バッティングでは、はい、この形を作ることすごく大事なんです。こんな上でいいんですか。いいんです、上からじゃないと打てません。これぐらいから、はい、出してくる。ヒロミさんは今までどうだったんですか。私はどうだったんですか。 今はもうここにボールがあるのにまだこんな感じで、でちょっと引いてそのまま打っちゃうみたいな。ああ、じゃあもうヒロミさんは今までここで構えてて、はい、ボールが来たらこうしてるから、はい、もうその間にボールが通過しちゃってるんですよ。だから斉藤さんに当たっちゃうんですよ。つまり振り遅れてるわけ。振り遅れてるんですよ、もう完全的に、完全に最初から、うん、もっと言うとね、あの昔の阪神の岡田みたいななってますよ、この構えがね。うん、え、そう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 、こうなってます。こう、どうする？こう引いてないってことでしょ？そう、引いて、で、うん、例えば、はい、じゃあ僕の手パンチ してみてください。じゃあ横向いてこうやって。え、うん、そうそう、そっから、はい、こっからパンチ痛いです。はい、そう、はい、もう一回、はい、ストップ。そこだ、そこだ。そう、自分が力入る場所ってここでしょ、はい、だから、バットここまで来なきゃいけないんですよ。あ、ね、あ、わかりやすい。じゃあその動きがないから触れないんですよ。自分が一回力がたまるポイントまで持ってきてから出してくるんですよ。振ってみよう、振ってみよう。素振り、素振り、素振り。いい、うん、はい、せーの、引いて、ドン。そう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 、引いて、ドン。じゃあ超スローモーションで、はい、ボールが来ました。はい、はい、はい、ボールが来ました。そう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 、で、ここでカキーンって当たるわけです。あ、すごい。そこだけ。そう、まずはそこだけ。まずはそこだけ。やってみますか、もう一回。もう一回ね。バッティング、あの、本当タイミングが大事なんで、はい、やっぱりタイミング合わせないことには。よし、これで2人、怪我人が、怪我人がいなくなる。いなくなるんです。どうしよう、これで打てなかった。イメージ、イメージ、ふぶ、素振り、よし。ボール来た、ボール来た。で、パン、だから本当パンチする気持ちでいいですよ。パンチ。うん、ボールをパンチするぐらいの気持ちで持ってくれば。はい、引いて引いて。そう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 。かっこいい。オッケーオッケー。おお。タイミングバッチリですよ、タイミングは。いいぞ。オッケーオッケーオッケー。で、ちょっとボールの全部下振っちゃってるから、はい、ボールのちょっと上を打つぐらいのイメージでいいですよ、はいはい、あ、今遅いです、タイミングが、はい、でもね、フォームが全然違いますよ。どうですか、さっきよりも。あ、ここがいい、この足上げたこのさ、トップの位置がすごいいいですね。あ、オッケー。山田さん、いいぞ。もう交代だよ、ねえ。おー、ナイスバッティング。いいじゃん、いいじゃん。よし、今ぐらいゆったりと構えてるといいっすよね、はい、打てる気配が、はい、遅い。あ、遅いだね、遅いね。わかりましたね、今自分で。わかりました、今の斉藤さんコースですよ、ね。そう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 、ちょっと早すぎた、ちょっと早すぎた。そういうことか、このタイミングなんですね。はい、OK、タイミングバッチリですよ。ね、手がジンジンしてきた。素人とは思えない、その左足を上げる、これがオッケー。これこのこのこの左足がたまんないセクシー、これ。わー、ナイスバッティング。よし、かっちょいい、ヒロさん。おー、オッケーオッケーオッケー。全サマーになってる、サマーになってる、すごいわ、サマーになってる。いい、いい、もうまだ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 ジンジンする。でも振った後フラフラしなくなったでしょ、はい、さっきと比べて。あ、なんかあれだな、ちょっと突っ込んだね、うん、待って待って、我慢して。あ、違う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 、追っかけた追っかけた、うん、そう、やってるうちにだんだん自分のリズムが分かってくるんで、うん、OK、 今のいいタイミングですよ、うん、オッケー、なんか体がブレなくなってきましたよ、うん、いいですね、しっかりしてきました、うん、
ちょっと違う、あ、なんか違う。はい、ラストです、はい、タイミング OK ですね、はい、ありがとうございます。わー、ヒロさん、でも今のフォーム 見たくない？いや、あの後で見ました、ね、アーカイブで、うん、見れる見れる、いやいや、放送中に見られる、うん、大丈夫。じゃあ次山田さん。無理だってそれは無理なんだ。じゃあ次山田さんお願いします。あ、はい、はい、あ、僕も打っていいの？うん、もうやります。僕ね、うん、僕左なんですよ。左なんです、ね、はい、僕左なんですよね。え、結構これ良かったですよ、ヒロさん最後。本当？うん、私ヘルメットからでいいですか？どうぞ。さっきのそれ来る。そこ危ないです。こっちの方がいいです。青木さんお願いします。はい。来まーす。うん、おー、いいスイングですね。本当ですか？いいねいいね。あ、遅れてる。これピッチャー誰？ピッチャー誰？もう、あ、じゃあもう見てすぐ分かりますか？あ、さっきより早いんだ。ちょっと今分析中です。分析中ですか？はい。山田さん頑張って。おー、ナイスバッティング。よし、ドラ鳴らすよ、ドラ。よし、狙うぞ。ドラ鳴らすよ。おー、ナイスバッティング。ちょっと詰まってますね。山田さん40いくつだっけ？え？いけ！おお！あんなとこ行っちゃった。ああ、ホームラン、カットマテ、山田。おー、ああ。ちょっと分析、横から分析。あ、分析は横だ、はい、横から。引っかかった、大丈夫。引っかかった。引っかかった。え、どこどこどこ。山田さん頑張って。はいよー。行くよ。はい。あ、いろんなとこ、いろんな角度から見るんですね。リーリーリーゴー。うわー、当たって、今すごいいい感じだと思ったのに、ね、リー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 ゴー。私なんでリードなんか練習してるのよくわかんない。ランナーの練習してどうか。リーリーリーゴー。おー、あー、いいですね。いや、打球がね、上がらないですよ。遅れた、遅れました。惜しいですね。惜しいですか？惜しいです。いや、スイングの軌道は直すことないですね、うん、綺麗な軌道です。あ、ただちょっとそのスイングをするところでのその力の配分がちょっと直せばもっと飛ぶなっていう感覚はあるんで。本当ですか？はい、ちょっとそこを直したいですね。こんな真剣にやったことある？やっぱり真剣にこんなにね、見られてると違いますよね。いやいやいや、だんだんって遅れてきました、うん、頑張って。ひろえさんと一緒のように、まあ、早めにリラックスして引いといて打つと。おー、いいね。ナイスバッティン。今良かったですね。良かったですね。今いい。ちょっと早めに引いて、早めに引いといて、はい、打つと。そう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 。おー、さあ、あと1球。おー、うわー、惜しかった。惜しかった。ナイスバッティング。ナイスバッティング。ありがとうございました。どんな感じですか？どうでした？バットのスイングの軌道は本当にレベルスイングって言って、まっすぐボール来るボールに対してまっすぐ入ってるんですごくいいです。で、ちょっと若干気になったのが、こう構えてる時にちょっと力入りすぎてるんですよ。それでもうこっから振り出しからドーンっていうイメージが多分あると思うんですね、はいはいはい、そうするともう最初から100で行こうと思うから、ここでもうスイングスピードが当たる前にマックスになって、うん、当たる時にはもうスピードが落ちてきちゃってるんですよ。ああ、そんな感じです。で、それが逆にして例えばこう手動かさなくていいですよ、はい、手動かさないでくださいね、はい、で、力抜いてください。もう本当パワー、パワーにするぐらいでいいです。はいはいはい、で、このまま手動かさないでくださいね、はいはいはい、腰回すじゃないですか、はい、そしたらバットってここまで勝手に出てくるじゃないですか、はいはいはい、ってことはここまでは手の力って、ね、何も使わなくていいんですよ。で、こっから初めて手を握るようなイメージで強く先を振るんです。そうすると当たって 100% にならなきゃいけない瞬間でちゃんと 100% の力を出せるようになるんですよ。それが先生の場合はここの時点でもう100作っちゃってるので、だから当たる時には100になってないんですよ。そうか。で、ここまではその腰の回転を使って状態ゼロで
パーンって出してくる。でこっから先をこっから先を強く振ると。なるほど。そういうイメージで振ると多分もっと鋭い打球が出るかなと思います。ここまではもう全然腕は使わない感じ、はいはい、なのでリラックスして自分の取りたいだけのテイクバックを力入れないようにして取ると。でそこから先を強く振る。やってみますか。ですね、もうカードがないので。ありますあります。いいですか。ありますあります。大丈夫です。そんな青木さん後で倍返しで。あれあれあれ落ちちゃったな。なんかね、ヒロさん、でもさ、え、なんすか、なんかこう、はい、的確に指導してくれるとそういうもんなんだって分かりやすいです。そうですよね。こっち行ってみて。ね、もうこう なんで分かったんだろう、こう力入ってるってね。え、見るといろんな角度から見てましたもん。やっぱり力んじゃうんですよね、ここでね、どうしても。でも力みはどうしても、人間って力入れると関節固まっちゃうんですよ。そうするとやっぱり硬い動きになっちゃうね。だからもう力抜いて関節を柔らかくした状態で持ってって、最後当たる瞬間に関節を固める。そうすることによってバットに、あ、ボールに力が伝わる。伝わるんですよ。だから柔らかい動きから最後に硬くっていう。今ね、すごいマンツーマンで教えていただいておりますけれども、そろそろ戻ってこいと。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ためになったな。いや、これはね、うん、嬉しい嬉しいね。あ、すい、あ、すいません、青木さん、すいません。いやー、はい、いや、皆さん勉強になりましたよね、これきっとね。いやー、いやー、いやー、なんかね、はい、今年50になるんですけど、もう一回野球やろうかなって気になりましたね。ぜひやってください、うん。シュークリームがある。そっちか。早っ。あ、水、あ、水もある。水も、わ、ありがとうございます。お水いただいていいですか。ね、いただいていいですか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。じゃあ、水にね、いただきます。あ、じゃあシュークリームもね、はい、はい、あ、おいしそう。ねー、いやー、ああ、いやー、ほんと。いや、でも二人ともすごくいいスイングでしたよ。広江さんのね、これが良かったですね。足の上げ方が本当、すごい良かった。でもあれ、足上がるって自分でタイミング取ろうって思ってる証拠なんで、いいんですよ、結構。あ、そうなんですか。最初なんか上がってなかったですよ、ずっとここから、よいしょみたいな感じで。それが足上がるようになったっていうのは、自分でタイミングを取ろうとし始めてる証拠なんで。よし、ツイッター、はい、ツイッターたくさん来ておりますね。来てますか。はい、ありがとうございます。はい、これが広さんです。山田さん、ありがとうございます。野球やってたんですよ、野球やってましたよね。はい、そうですよね。ありがとうございます。S のと全く同じことを言っとるって、これ、せーのだな、これ。せーのは、俺が教えたことを言ってるんですよ。そうなの。そこを間違えちゃいけないよと。ねいや、あれ、ナイスバッティングありがとうございますね。ありがとうございます。いや、あのね、バッティングって人それぞれだし、その教え方も人それぞれで、実際にどうやったら伝わるかって分かってない、分かんないと思ってたら、分かるんですね。あ、そうかって思っちゃった。じゃあ食べます聞いてる運動後の糖分をね、はいはい、食べます。はい、奥さんもどうですか。いただきます、はい、ありがとうございます。いただきます。はい、いただきます。これね、三松のサンキュー。うん、ほら、このクリームすごい、おいしい、おいしい。クリームたっぷりですよ。クリームたっぷり。ね、ぎっしり入ってますもんね。これで39円ですよ。ねえ、うん、いや、本当に青木さん、ありがとうございました、うん。あの、こういうふうにこうマンツーマンで教えていただくことも可能なんですか、青木さんには。いや、今はもう無理なんですけど、はい、やってたんですよ、先月まで。12月とか1月とか。あ、そうなんですか。小学生から、あの、大人の方まで、はい、はい、うん、ね、はい、ここにも生徒さんいらっしゃいますけど。あ、そうなんですね。そっかそっかそっか。で、まあ、青木選手、まあ、食べながらですか。あ、もうね、どうぞ食べていただいて。でも、あの、今シーズンは選手として臨むシーズンになるわけなんですよね。はい、うん。で、やっぱりオフとかの過ごし方もやっぱり違ったりしましたか。そうですね、うん、なんか
どう言ったらいいか分かんないけど、うん、本当、まあ、とにかく自分中心に物事考えなきゃいけなくなったし、うん、それができるなと思った時に、はいはい、やっぱりなんかいろんなことも、うん、いろんなことにまあ改めて挑戦してみたいなと思ったりとか、はい、自分の体気遣ったりしなきゃいけないなとか、うんうん、なんかちょっとやっぱ意識また変わりますよね、うん、あの Facebook とかを見てるとね、本当に常にこう体を動かすとかトレーニングをしたりとか筋トレやったりとか、はいはいはい、トレーナーの下でね指導を受けてる感じがすごくしましたけれども、はい、どうですか仕上がり具合というか、うん、まあ例年に比べていいかなって気はします。はい、今年はどんなところ、まあ、今強化してるっていうか、どんな体にしたいとか、どんなバッティングができるように、どんな風に体を作ってるって。そうですね、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、うん、今ちょっとお世話になっているトレーナーの人が、はい、フォースタンス理論って知ってます？フォースタンス理論って言って、うん、あの人間ってもう先天的に4つのタイプに、はい、その体の使い方が分かれると、うん、でそれで自分のタイプは何なのかまず知って、うんうんうん、それに合った体の動きを例えば筋トレにしても何にしてもつなげていくことによって、うん、まあ、実際野球やった時のパフォーマンスにつながっていく、まあ、そういう理論があって、そういう理論をあの得得してる人がのトレーナーの下で今いろいろとトレーニングしてさせてもらってるんですよ。だからなんていうんですかね、本当に自分が自由な動きでどういう形を取ったら一番力が入るのかとか効率よく力を伝えられるかっていうところをその連動させようと思って、でそれが今やってる中で、まあ、体のバランスはやっぱ良くなったなって、はい、思いますね。野球は下半身ですか？うん、まあ、下半身なんでしょうけど、もう下半身とやっぱり上半身、もちろん上半身も大事だし、それをやっぱりつなぐこのジョイントの部分も大事だし、やっぱり全体ですよね、その全体のバランス見て、うん、下に頼りすぎてもいけないし、上に頼りすぎてもいけないし、うん、だって時代時代で、はい、その教える人の、まあ、指導の仕方っていうか、うん、感覚って変わってるでしょ。僕らの頃はうさぎ跳びしてたし、はい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 、水飲んじゃいけないって言われてたのに、うん、真逆ですよ今。そうですね、飲めと飲め、うん、あれは何だったんだあの指導はっていうぐらい変わっててでそれはもうどんどん変わってるでしょ、うん、極端に言うと毎年変わってるような。そうですよ ね常になんか新しいものが出てきてみたいな、ねえ、うん、今まではとにかく汗をかけ、はい、でとにかく体で覚えろって言うんだけど、休めっていう指導の仕方もあるんでしょ、体を休ませろとかね。難しいですよね。だから今これが最先端って言ってても、もしかしたらまた言ったら、いや、やっぱり実は昔の方が正しかったとかあるかもしれないし、だからまあとにかくいろんなものを試してみて、やっぱその自分の中で感覚がいいものをやっぱりチョイスしていくっていう風な考えの方が、誰かが言ってることをその鵜呑みにして、もうさっき の, そのフォースタンスじゃないですけど、ハマる人もいればハマらない人もいると思うし、とりあえずやってみて、でそれが合ってるか合わないか、そのまあそういう風に選べる時代なんだなっていう風に思った。そういうことなんですね、はい、そっかそっか、言われたまんまではなくてね、はい、もしかしたらうさぎ跳びがやっぱりその人にとっては一番効率のいいトレーニングかもしれないですから、まあ、その辺考え方なのかなっていう風には思いました。だから今の子供たちはすごい恵まれてるなって、いろんな情報があって、その中から選べるんですから。で、まあ、あの本当に青木さんもね、体作りももちろんそうなんですけども、うん、私フェイスブックを見て、はいはい、まあ、驚いたのは、もう本当にもう個人スポンサーを、まあ、募るというか、ああ、はい、もうフェイスブックを通して僕のスポンサーになってくださいとっていうことをあのフェイスブックでアップしますよね。アップしてて、はい、それは、まあ、あの選手としてのお金だけじゃなくてプラス、はい、自分の体とか強化費として、そうですね、サポーターの皆さんからっていうことで、はい、本当に、まあ、うん、まあ恐縮なお話なんですけど、はい、本当にちょっと活動費っていうところがどうしても給料だけだけど、まあ、賄えないっていう現状になってしまったので、はい、まあ、あの協力していただける方に、まあ、ちょっと甘えさせてもらおうかなと思って、まあ、いろいろ、まあ、Facebook 上でやっぱりお金協賛金募るっていうのはやっぱり賛否いろいろあると思うんですけども、まあ、自分としてはちょっとあの力を貸していただかないと、どうにもならないっていうちょっと現状だったので、はい、告知させてもらいました。でここにほらたくさん、はい、あのまあ、はい、個人であのたくさんご協賛していただいた方もいらっしゃるんですけど、あのヒューマさん、まあ、はい、はい、これ、まあ、あのはい、クールアルビストさん、クールアルビストさん、はい、ワッペンですね、でしたが、はい、宮内にあるラーメン屋、はい、男前ヒューマ、ね、男前ヒューマさん、はい、あと反対側、反対側が東地整形外科クリニックさんが入りまして、はい、あとこの上にもう一個、もう一個ちょっと東京の不動産会社の小雪さんっていうところが入ることになって、
じゃあこのようにこう、まあ、いろいろ金額に応じるとかあるかもしれませんけれども、はい、こういうふうにこう、ね、ユニフォームにこうね、はい、そうですね。であと1個ここにまだ制作段階なんですけど、うん、あの個人とかで協力してくださった方で、はい、あの名前載せてもいいよっておっしゃってくださった方の名前を、全員を、まあ、ちょっとちっちゃくなっちゃうんですけど、はい、まあ、連名でワッペン1個作って貼らせていただこうかなと思ってます。だから本当に皆さんの思いを、ね、まあ、来てっていうか、はいはい、いや本当、ね、やるんですよね、はい、そのシーズンはね、そうです ね。だから今まで以上にやっぱり、はい、うん、頑張んなきゃいけないし、うん、責任感を持ってシーズンを送りたいなって思いますね、はい、あとなんか青木さんは野球道具もなんかこう、なんか野球道具、野球道具の営業やってるんですよ今、はい、え、野球道具の営業、道具、道具、はい、バットとか、まあ、これもあの個人スポンサーさんの一つなんですけど、はい、チームティアっていう野球用品のブランドがあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそれの営業販売して、もうしてる、まあ、バットとか、あと移動用のバッグ、うん、リュックサックとか、あと、まあ、グローブとかのやってるんですよ、うん、なので、もしどうですか一つグローブ、ね、青木さんの願いすると買えるんですか、はい、あのフルオーダーで自分の例えば自分の好きな色でとか、好きな刺繍とか、好きな色でいいんですか、はい、あ、そういうこともできる、できます、3万2000円です、よろしくお願いします。そういうことなんですね、わかりました、わかりました、まあ、そういったこともやりながら、まあ、なんとかそれを、うん、まあ、ちょっと活動費に当てていきたいんで、活動費に当ててっていうことなんですね、はい、そうか、うん、でやっぱりお客さんいっぱい来てほしいですよね、うん、そうですね、とにかく、はい、球場満員になるぐらいの観客が、ね、うん、ね、増えるといいし、ね、僕らもなんかアイデアないかなと思いながら、うん、まあ、一人一人が足を運ぶしかないんだろうなと思うんですけど ね、で、まあ、さっきの話じゃないですけど、やっぱ1年目がちょっとひどい野球やってたっていうのもあって、はい、やっぱり未だに BC 大した野球じゃないだろうって多分思ってるお客さんというか人も多いと思うんですよ、うん、でもやっぱ年々やっぱりレベルアップしてって、うん、ね、まあ、今ではそのプロ野球 NPB のファームの2軍の試合やっても、まあ、勝率もいいですし、うん、あのやっぱ引けを取らない戦い、もしくはそれ以上の戦いができるような、うん、あのチームになってきてるんで、だぜひやっぱりもう一回野球場来て、はい、まあ、僕たちのプレー見てほしいなっていうのは思いますね、うん、どうですか、なんか話に聞いたんですけど、はい、あの相手チームにラミレス選手が、うん、そうなんですよ、ラミレスが、ね、お客さん入るでしょうね、また群馬にね、群馬に、群馬ダイヤモンドペガサスにいきなりラミレス入っちゃったんです、あらー、で、うちいいんだよね、開幕戦行って大丈夫だよ、ね、もう今日発表になりましたね、開幕戦が4月12日、はい、エコスタで群馬、うん、もう早速、はい、早速ラミちゃん来るんですね、ラミちゃん来ますよ、ラミちゃんペー来ますよ、こうやって消えていくからカメラねえんじゃねえかっていう、カメラないけど、じゃあ行きますか私たちね、僕ら行く、ね、ラミちゃん用っていうか、まあ、そうそうそう、なんかすいませんね、アルミさんのあれでラミちゃん用みたいなのしゃれだけど、はい、いいんじゃないですか、あれないとないと ね、 ねえ、こうされるんじゃないか、ね、確かに、ね、じゃああのダイヤモンドプラスのユニフォーム着てくるんですね、そうですね、ねえ、面白くなってきましたね、ねえ、そうじゃない、抑えるところ見たいし、うん、まあ、もう正直でホームランも見たいですけど、そうね、対戦見てみたいですね、でやっぱりそのラミレスをやっぱり打ち取ったっていう、そのピッチャーをやっぱり、うん、うわこいつラミレス抑えられるんだっ て、 っていうね、うん、やっぱり新潟の選手応援してほしいですけどね、そうですよね、うん、本当に面白くなってきましたね、ねえ、うん、やめてくださいよ、あのラミちゃんの肩にアーデコーデとかやめてくださいよ、スポンサー、あ、まあ、ラミちゃんの子にね、アーデコーデこうやって山田さんの絵とかそうそうそう、それはない、だ監督、うん、ここに似顔絵つけろって言ったんですよ、僕は、いい加減にここに、ここに愛じゃなくて、愛じゃなくて自分の似顔絵をなるほど、そうか、本当にそうですね、どんどん使ってほしいんですけどね、本当にね、グッズ、はい、うん、で今日発表になったんですよね、開幕戦が4月12日であるということが、そうですね、はいはい、発表されましたので、ぜひあの皆さん、はい、コスタで、うん、1時プレーボールになりますので、ですね、はい、一人でも多くの方、はい、足を運んでいただきたいと思います、まあ、ちょっとさ、せっかくだからさ、うん、はい、あの言ってもらおう、何を、何言ってもらうの、またドキドキする、今シーズン何本ホームラン打つかぐらい、はい、うん
完璧ちょうど、もうナイスタイミング、誰打ったの褒めてあげる、シュークリームあげるわ、今打った人ねえ、そうね、青木さんにね、うんうんうん、どうですか、それによってここ増える可能性もまたね、うん、ねあるし、いや、ね、そうですね、いきましょうよ、やっぱ自分の魅力ってやっぱり強い打球だったり遠くに飛ばすことだと思うんで、うん、まああんまり欲は出さないですけど、まあ、ホームランは打ちたいなと、うんうん、できれば20本打ちたいなと、うん、行きましょう、ね、はい、皆さん拍手を、ね、いただいてますけど、行きましょう、はい、でですね、まあ、たくさんツイッターいただいてるんですけれども、甘いものがお似合いですね青木さんもっていう、うん、ね、チーズをお願いって、チーズ好きなんですか？好きですか？え、チーズこれね。え、どうちょっと何、どういうこと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 ？え、ダメです、ダメですよ、このこの。え、チーズお願いね、どうしたの、これ教えて。チーズ、これそれチーズ話をお願いってことでしょこれ。はい。何ですか？何ですかチーズ話ってね、聞かないとこれ。何チーズ何？いや、僕昔箱根のホテルで、はい、ウェイターのバイトしてたんですよ。はい、ネクタイ締めて、はい、でコース料理出して、はい、で。うん、もうすぐオチ分かりますけどね、うん、そしたら神奈川県警のお客さんのテーブルがあって、はい、飯食うながらすっごい真剣な話してるんですよ、うんうん、わやべえなとか思いながら、うん、そしたら、はい、おいそこなと、うん、はい、地図持ってこい、地図持ってこい、地図持ってこい、神奈川県警がね、うん、ですよ ね、 ね、うん、そう、そんなん言われたら、うん、地図だと思うじゃない、うん、そうですよね、マップ、マップだと思う、え、うん、どこのですかって聞いたら、どこでもいいんだよ持ってこいって言ってました、どこでもいいってじゃしょうがねえよっ て、 言って箱根のマップこちら箱根の地図になりますバカ野郎地図だよっ て、 言ってっていう話なんですほらもう全然受けてないし、いやいやもう何回聞いてもおかしいね、やめてよ今ガーンって言わないかな、ね、今ね、ちょっと、そうですね、次に撮ってくださいよ、ちょっと反応してツイッターでもう一回、ポトコマイヒューマー正月休み青木さんお店お手伝いいただきましたもんねって、お手伝いしましたもんねってことで、はい、ヒューマさん、ヒューマさんね、はい、へいらっしゃいってやってきました、はい、あ、そうですか、はい、はい、アルビの高津選手を見に行きたいというメッセージもいただいております。群馬のラミレス入団はびっくりしました、これはどう、やっぱり皆さんもびっくり、選手もあびっくりです、全然本当全然もう知らなかったんで、はい、ねえ、うん、ギャオス監督とラミレス選手とのパフォーマンス勝負が実現ってことですけども、本当だ、これどうなんですかね、どうなんですかね負けんじゃないですか、ちょっとこれは、ね、ラミちゃんのつわもんですよ、パフォーマンスは、パフォーマンスはね、うん、まあ、そういったような楽しみもあるかと思いますけど、はい、でも球場でやはりこう選手のやっぱプレー、そうですよね、そこ、うん、それすごく大事ですから、うん、最初こうワクワクさせてね、はい、また試合見に行きたいって思わせるような、そう、はい、そんなぜひあのプレーを見せていただきたいなというふうに思います。時折ひろえさんがマイクミスをするそうなので、それもそうなんですよ、そう、ずっこけるからねあともう本当ちゃんとね、音量下げてるっていうか、オフにしておかないといろんな声が入りますから、はい、そこは気をつけたいなと思います。直らないと思うんで、あ、ここ来たなと思ってくるあとあれなんですよ、複雑な選手交代苦手なんですよ、どういうこと、どういうこと、バレてるじゃん、なんかもうレフトの、ね、うん、ね、もうそれレフトの福岡がライトに回り、そうそう、ライトの荒井がファースト、ね、そう、それがね、いや、さすがよく知ってる私それがすごい苦手、どうなるんですか、どうなるんですか、いや、だからもうなんか止まりますよね、止まる、止まって隣で、レフトの何々が、うん、センターに回り、センターの何々がどこどこに入ります、でその後結局でちゃんと打順まで言うわけですよ、でそれが、ね、そうね、言って、うん、あ、終わったと思ったら、うん、大変失礼しましたって訂正が入ったりとか、また面白い、面白い、スコアボードもややこしいわぐらいの、まあ難しいですよ、うんうん、いやだからね、本当ね、もう引退しようかな私も、何言ってんですか早く覚えなさいっていう、蕎麦屋の話は、あ、蕎麦屋の話、蕎麦屋の話、うん、蕎麦屋の話、あ、蕎麦屋というと今あれじゃないですか、あ、蕎麦屋の話、はい、朝日郎の、朝日郎じゃないですけどね、朝日郎、朝日郎は糸魚川にあるラーメン屋ですからね、やばいやばいやばい、同様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 、え、はい、どうぞ、あ、え、蕎麦屋の話、多分そうでしょう、違うの、あのエゴネリのことをエネゴリって言った話です、言いそう、でも言いましたよ、言っちゃいましたよ、エネゴリ、こちらエネゴリになります、やるかバカよ
すごい可愛かった今。すごい可愛かった。近くで見えてる。それで満足ですか、はい、鍋じいさん。はい。ね、はい、なんかありそうですね。朝日さんのイベント。あ、はい、そうなんですよ。イベントがあるんですよ。はいはい、3月1日に、はい、朝日山ホタル湾ですね。今私がアルバイトしてます蕎麦屋で、青木智と日本酒を楽しもうというイベントが、うん、はい、あります。今、はい、40名先着で、はい、募集中ですので、興味ある方はぜひ、ご連絡いただけたらと思います。はい、私ね、行ったんだ、青木さんが働いている、うんうん、そうなんですよ、超忙しい時に来てびっくりしました、うん、そう、それでね、そうそう、ね、どんな姿もかっこいいんですわ。あ、そうですか。いやいや本当にね、見に行って働いてる姿見てまたキュンとなっちゃった。いやだけどすごい混んだから、なんかあんまり話もできずにね。そう、普段混まないのに、あの日だけすっごい混んだんですよ。私が客呼んだんだわね。そうかもね。そう、まあ、そういうことにしておきましょう。とっても素敵なお店、ほほど今出てますけど。あ、出ました。そう本当素敵なお店でね、美味しいし、うん、そうなんですよ、ね、美味しいんですよ。美味しかったな。うん、ちょっとね、行くときに、そう、まあ、道がちょっと私、迷子になっちゃったりしましたけど、ね、その時電話してきましたよね、お店に。電話しました、すいませんって。で、いや、一緒に行ったね、あの人、松尾さんと一緒に行ったんですよ。はいはい、じゃあ、松尾さんの車、ナビついてないのよ、うん。だから、でもほら、ね、大変だったんですよ。で、朝電話かかってきて、そう、うん、受けたの僕ですからね。あ、それ分かんないから。で、どこって。どこにあるの、教えてとかね。いや、ぜひ、皆さんも。はい、ね、あ、イベントないですかね、出ないですかね。うん。ね、ぜひ皆さんもおそば食べに行っていただきたいと思いますが、はい、じゃあこの2月もバイトはするんですか、3月とか。あ、もうしないです。2月でこのイベントがその最後なんですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、これですね、出てますね、はい、ね、ぜひ、あとはもう野球入っちゃうんで、野球入っちゃうんで、はい、集中して、はい、まあ、お酒飲みながらできるイベントってもなかなかないと思うんで、はい、3月1日ですね、はい、蔵見学もあるんですよ、うん、朝日酒造さんの。あ、そうなんですか。なんで蔵見学希望の方は3時から、はい、で交流会からの方は5時からになりますので、はいはい、小学生以下は無料となっております。はい、はい、会費は3000円です。はい、はい、お酒はたらふく飲めます。はい、はい、僕がちょっと一手間加えた料理なんかも出ますから、はい、今日もちょっと夕方試作してきましたから。はい、すごいね。メイド服でお出迎えって。メイド服でお出迎えしてほしいんじゃないですか、鍋じいねえ、スカウトお願いしますっていう。スカウトお願いします。さかゆスカウト。ああ、はい、あ、はいはいはい、断ります。まさかねえ、109キロなんで断りますさあ、それではね、はい、青木さんの楽しい時間もあっという間に。あっという間です ね、 ね、もうお時間 が、ね、ありがとうございます。でまだ最後のお楽しみが残っておりまして、うんうん、山田さん、そうですよ、忘れてた。緊張のね、似顔絵描いてもらった時はすごい緊張してる感じがしましたけど、まずじゃあ、はい、青木さんですからね。青木さんだからこれ、まあ、見てください。はい、はい、あ、どうぞ。あ、僕が見ていってください、うん、はい、はい、え、どうしたの、振り卒じゃないですかこれ、さすがですね。いやいや、はい、どうぞ、はい、はい、では行きます、どうぞ。でんでんあ、ごめん、いわき、いわきだ、いわきだし、青木じゃなかった、いわきだし、木しか合ってねえし。いやでもすごいに、ごめん、いや、ね、あ、ごめんごめん、あ、ごめんこういうことやるの、鍋じいがまたうるさいから、はい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 、これはいいんでしょ、これはもらえる、これは本当、はい、本物です、はい、はい、おお、僕人生初なんですよ、似顔絵描いてもらうの、ありがとうございます、はい、じゃあ行きますよ、せーの、でーおー、真面目はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあこれも一緒に、青木といわきで一つ、青木といわきで、はい、よろしくお願いします、ね、青木といわき、ありがとうございます、卓球でも何でも打ってください、はい、卓球、では今日は本当にたくさんの方が長岡ドームに来ていただきましたけれども、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんへも
一言で、ね、来てくださいましたから、サポーターの皆様に一言お願いします。じゃあカメラ目線であれしますか。はい、はい、2014年シーズンもそろそろとなりました。また新しいチームになりますけども、本当に全力で、本当に最初から最後まで全力で戦い続けたいと思いますので、ぜひ球場へ足運んでいただきたいなと思います。これからも温かいご声援よろしくお願いします。はい、ホームラン20本はい、ホームランします。ね、活躍楽しみにしたいと思います。そうですね、はい、山田さんもまた始球式とか、はい、もうぜひまたお願いしたいんですけど、ね、そうですね、はい、ね、ぜひいらっしゃってください。いいですか、はい、ね、もう一回行きたいですね。じゃあ私も頑張って、はい、選手の皆さんのリズムを崩さないような MC を心がけいやでもね、イベントは大好きなんですよ。そうですよね、イベントの司会大好きなんだけど、急に選手がいっぱい変わるのは超苦手仕事だからそれ。そうそうそう、やんなきゃダメなんですけど、はい、超苦手とは一番前じゃないんですけど ね、頑張らない。もう本当広報佐野くんがいるのに、佐野くんが全て握ってるんですよ。おっと、 MC3 人の振り分けを、うん、それはもう広江さんできねえならダメだなって、私数減らされますからね。そんなことしたら怖いよ、そんな人は佐野氏、ちょっと佐野氏いいの、じゃあ佐野くんいいんですか。いいですか、ね、本当に、はい、はい、ということで、はい、はい、あっという間の時間でしたが、ね、佐野氏、佐野氏これ広報ですからね。広報ですから、よろしくお願いしますね、はい、本当にね、はい、今日スーツでね、パシッと決めて来てましたね。いや、バッティング指導もしていただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ楽しかったです。いや、本当に長岡ドームの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、はい、はい、ここに来てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。シュークリームとか、あとお水とか、ありがとうございました。ありがとうございました。またこういうのいいですね。いいですね、うん、はい。お出かけしながらの。はい。はい、で、ずっと黙ってたんですけど、誰かツイッター来るかなと思ったんですが、はい、偶然なんですが、僕とひろえさん赤と黄色なんですけど。偶然色違いですけどね、うん、赤と黄色っていうことは、まあ、あれとちょっとかぶっちゃったなみたいな、ね、そうね、旅長の逆だった、逆だった、誰も何も突っ込んでくれない、はい、最後自分たちで言うってことですね、言っちゃったっていう、はい、そういうことですね、はい、ということで誰も笑わないで終わっちゃったっていう、はい、言わなきゃよかったかな、はい、じゃあということで、はい、なんか、はい、次回、次回は、はい、日本一をね、高島賞ってことでいただいておりますけど、日本一、日本一、ほら、また高島さん、はい、どうですか、ほら、日本一を、ね、日本一奪還しましょう、奪還しましょ う、はい、本当ですよ、ね、ぜひお願いしますね、はい、ひろえさんの神々アナウンス聞きに行けます、はい、お待ちしてます、はい、よろしくお願いします、はい、で、3月10日月曜日、はい、はい、夜8時からになりますけれども、ゲストは見てか最近得意ですね、これ。そう、見て、はい、なので、Facebook ですとか、またそういったところでね、いろんな情報流れますので、うん、チェックしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ではタイトルコール、はい、最後ですけども、はい、お付き合いしていただいて、お願いいたします。カメラどっちでしょう、はい、山田満、松井ひろえ、アーデコーデ、この番組は異色亭法政丸、不死や風鈴、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房の協力でお送りいたしました。はい、はい、いや、青木さんありがとうございました。どうもありがとうございました。怪我なく、とにかく頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします、はい、また来てくださいね、また呼んでください、はい、お願いします。ありがとうございまし ました。それでは皆さん、さようなら、さようなら、拍手いただいて終わると初めて拍手いただいて、ね、嬉しい ね、いや、この後打つぞ、イエーイ、いやー、でもね、ほら手のね、豆とか出てるでしょ、青木さん、ね、これ結構、ほら、こことか豆とかさ、ひろさん並べてて、こう並べていいの、こう、こういう感じ、あ、違うね、こういう感じ、で、こう、ほら見てこれ、ほら、わー、ほらこれ、どういうことこれ全然違う、全然違うよ、あー、ほー、手はでかいんですよ、本当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 、さあみんなで踊ろう、ハグしよう、はい、音 OK、 はい、要は生きてます、 OK です、うん、
寂しくなったらあの顔を見て、なんとかなるさ、なんとかなるさ。